はい、ミリスタピーの皆さんお疲れさんです。サカポンです。はい、本日からねちょっと ねミリスタの実況時のね挨拶ちょっと変えさせていただきました。というのもね、私ねちょっと ねいろんな私のゲームの実況聞いてくれる人はわかると思うんだけど、私一応ねゲームごとにそれぞれでオリジナルのね挨拶みたいなのを考えてやってるんですけども ねちょっとねミリスタとね、シャニマスのね挨拶がねまあ同じアイマス系なんだけどね、同じちょっと個性のないちょっと挨拶だったからねちょっとね変えてみようかなと思ったんですよ。というのもね前のね動画上げた時に ねいつもの挨拶じゃないから違和感がありますみたいなこと言われたけど、多分その方ね私いつも私主にねデレステの実況動画ばっか上げてるんですけど、そういうちょっと特定のゲームとかしか見たことなかったから人なのかなっていうのもありますけどね、まあそれでねちょっと挨拶のことをね考える機会がありましてね、今回からねちょっとミリスタの方の挨拶をちょっとだけいつもと変えてみたんですけどね、どうだったでしょうかね。はい、ということで今回はねちょっとね久しぶりなんですけどね、これはイベントプラチナスターシアターの楽曲で動画これ楽曲プレイ動画撮らせていただこうかなと思ってます。いつもねツアーばっかで ね楽曲プレイ撮ってたんでね、最近はねちょっとねあれなんですけど、でこちらのイベントはまあ楽曲を進めてでアイテムをちょっと集めてイベント楽曲をプレイするってやつですね。私はこのツアーライブの時はもうデレステと同じで、で一番下のレベル全部クリアしてからどんどん上のレベルをクリアしていくっていう感じなんですけど、もうミリスタに関しては私結構ねのんびりプレイヤーなんで、イベントはもうコミュ全部見れたらええなっていう感じでいつも大体やってるんで、であれなんですけど、今回の楽曲もね多分ね6ミックスまでクリアできたどり着けるかなたどり着けんかなっていう感じですね。まあ、とにかく、まあ、今のところ2ミックスの方はクリアしたんで、で4ミックスの方をプレイさせていただこうと思ってます。で今回のね楽曲エターナルハーモニーなんですけども、もう少々お待ちください。はい、こちらオリジナルメンバーとなってますね。センターが千早ということになってます。ではちょっと楽曲の方プレイさせていただきます。あ、ちなみにねいつものごとくね著作権対策のためにねゲームの音を消させていただいております。そこはご了承ください。では行きますね。この曲ね結構なんていうんですかね、明るい感じの曲なんですよね。ちはやってね結構クールなイメージあるけど可愛いとこもあるから、こういう曲もちゃんと歌いこなすっていう感じですよね。クールな曲かと思いきやメンバーからしてもうアップテンポないい感じの明るい曲ですよね。この曲このミリスタの場合フォーミックスの場合はねそんなにねなんていうんですかねデレステって言ったら
レギュラーっていう感じのレベルなんで、そんな難しくはないですね。まあちょっと油断しちゃうとミスっちゃうこともあるんですけど、このね、この時のポーズ可愛いって思うんですよね。思わず。ちはやはね、さっきも言ったようにね、クールなんだけど、機械音痴なとこがあったりして、意外と可愛い一面があるなって私思ってます。まあ、その他のメンバーもね、今回の曲ね、意外とね、可愛いいいとこ多いキャラメンバーだと思いますよ。今回の、このエターナルハーモニーのメンバーは。まあこのようにね、フォーミックスだからね、結構わりかしフルコン取りやすいですね。まあこれが6ミックスになるとどうなるかちょっとまだわかんないんだけどね。まあ今回イベント期間中にね、6ミックスいけるかどうか私まだわかんないっす。ですね、こんな感じですね。ちなみにね、ミリシタも分かってる人も多いけど、フォーミックス以上を振り込んできるとミリオンジュエル25個もらえるからね、積極的にやっていきたいですよね。てなわけで、本日の動画は以上となります。もしよろしければね、チャンネル登録の方お願いします。またね、私のね、ラウンジ、随時メンバー募集中なんですけども、もしよろしければ、動画の概要欄、説明欄に、ラウンジの ID 貼っときますので、もしよろしければ入会お願いします。コンセプトはね、もうのんびりやりましょうっていう感じのラウンジなんで、気軽に申請いただければ幸いかなと思ってます。またね、私の過去の、動画見たことないよって方は、私のチャンネルのね、動画リスト一覧から過去の動画見ることもできるので、もしよろしければそちらの方もご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。